プロデューサーさん、準備はいいですか？私たちと一緒に航海に出かけましょう。なんて。眠れないの？それなら私が本を読んであげる。どれでも好きな本を読んであげるわ。何がいい？その時、少年の目の前にはどこまでも青い空と海とが広がった。リク、眠ったの？白衣の裾をしっかり握りしめて。不安なのね。心配しなくて大丈夫よ。すぐに元気になるから。船の仲間たちを無事港に帰すまでが私の仕事です。みんな気を抜かないで。ボン・ボヤージュ。こういう感じは違うかな。もっと華やかに見えるようにするとか。プロデューサーさん、お疲れ様です。別にそういうわけじゃないですけど、今度の PV の衣装は海賊っぽいテーマだって聞いて、もっと違う感じを想像していたので。あまり変わった衣装だと私に着こなせるか心配だったんですけど、大丈夫そうで安心しました。問題ない。いえ、問題というほどのことじゃないんです。ただなんだか少し気になって。せっかく素敵な衣装を作ってもらったので、もっとかっこよく見えるようにしたいんですけど、プロデューサーさん、何かありますか？もっとこうした方がいいとか。 PV を作る以上、少しでもいいものにしたいので、何か意見があれば撮影の前に聞いておきたいんです。え？あのプロデューサーさん、言っている意味がよくわからないんですけど。はあ、ああ、プロデューサーさんって、はあ、もういいです。わかりました。ええ、プロデューサーさんに聞いてもよくわからないことがわかりました。それじゃ。はい、プロデューサーさん、いつでも行けます。そんなことないです。ステージに出るときはいつも緊張しますから。でも
緊張するのも悪いことばかりじゃないって、最近はそう思えるようになったので。あとは PV の撮影がうまくいったので少し自信がついたのかもしれません。不思議です。船の上で敵と戦うシーンの方が見応えがあったんじゃないかと思うんですけど。看病、特別なことなんて何もしてないと思うんですけど、弟がまだ小さくてよく風邪をひくので、その時のことを思い出してやってみただけです。別に普通だと思いますけど、家族が風邪をひいたら看病くらいするんじゃないですか。そうですか。別に特別何かを頑張ったわけじゃないのに褒められるのは変な感じです。看病なんて普通のことなのに、こんな風に仕事の役に立つこともあるんですね。そうかもしれません。それよりプロデューサーさん、時間いいんですか？もうプロデューサーさん、それさっきも同じこと聞きましたよ。今日のステージ、いつもよりリラックスした気持ちでできそうです。緊張はしてますけど。それじゃあ、行ってきます。